ウリエの YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今回はエルメスのバッグの中でも代表的なコレクションの一つ、ケリーをご紹介いたします。定番アイテムから珍しいアイテムまでご用意いたしましたので、ぜひ最後までご覧ください。ケリーはすっきりとした台形のフォルムとトップのワンハンドルの構造が特徴のエレガントなハンドバッグです。またサイズ展開が豊富で、用途に合わせた選択ができるのも魅力の一つです。今回は様々なシーンで使いやすく、特に人気の高いサイズケリー25と特別感あふれる希少アイテムをピックアップし、その魅力に迫りたいと思います。ケリーには内縫いと外縫いの2つの縫製方法があり、同じサイズ、色味でも少し印象が異なります。エルメスの定番カラーエトゥープで、ケリーの内縫いと外縫いの違いをご説明いたします。内側からステッチが見えないように縫い付けられている内縫い、角が丸く柔らかなフォルムが特徴です。対して外縫いはレザーを表側から縫い合わせて仕上げているので、縫い目が外側に見え、コバのシャープなフォルムが際立ちます。カジュアルからエレガントスタイルまで、コーディネートの幅が広い印象は内縫いでしたが、ここ最近では外縫いケリーをあえてフラップやクロアを金具に留めずに、ハンドルを持ったりショルダーストラップで肩掛けして、こなれた雰囲気でお楽しみいただく方も増えています。また内縫いにはよく柔らかな素材であるトリオンクレマンスやトゴが使用されており、フォルムに合った質感をより表現しています。傷が目立ちにくく、自然な革本来の素材感を存分に味わえる素材で、経年変化によりケリーのサイドがクタッと味が出てきます。外縫いではカチッとした印象にするため、張りのあるエプソンやボックスカーフなどの素材が使用されています。間口の広さは内縫いの方が素材が柔らかく、間口を広げやすい構造のため、物の出し入れはしやすいです。最近はカードケースやミニウォレット、スマートフォンのみで身軽にお出かけされる方も増えておりますので、そう考えると内縫い、外縫い、どちらをご選択いただいても十分な内容量といえます。皆様はどちらがお好みでしょうか。現在ブリエにはフォーマルな場面に合わせる定番カラーや、目を引くような可愛いカラー、特別感あふれる希少アイテムを豊富にご用意しています。当店に在庫のある一押しアイテムをご紹介いたします。柔らかなパステルイエローが可愛らしいジョーヌプッサン、ペールグリーンがとってもおしゃれなベールフィズ、ビビッドなイエローが華やかなライム、定番カラーでは物足りないおしゃれ上級者へのおすすめのカラー3つでした。続いてはポケットが印象的なカラーマティックです。カラーマティックは通常のケリーとは異なり、表裏のポケットがポイントです。ベースのカラーもネイビーなので挑戦しやすいアイテムです。そしてこちらの商品もぜひご紹介させてください。まずはトリコロールです。バッグ本体とハンドル、そしてクロアに異なるカラーをまとわせた遊び心あるアイテムです。ベースになるのは一見ホワイトにも見えるような淡いグレーのグリパールです。爽やかなベールフィズとダークグレー、グラファイトがポイントとなります。25のサイズ感ともよく合い、可愛らしい印象をもたらすバッグです。こちらも今月入荷したレアアイテムです。突然ですがこの刻印をご存知でしょうか。正解はパーソナルオーダーの刻印です。その名の通り、自分の好みに素材、サイズ、カラーなどを選び、アイテムを作ることができるサービスで、女性なら誰もが憧れるハイブランドのエルメスもパーソナルオーダーを行っております。ベースはグリペール、バッグのサイド部分とハンドル、フラップを留めるクロアにエトゥープが使われています。サイドから見ても可愛く、人とは違うバッグです。金具もマットゴールドと定番とは異なるこちらもポイントです。バッグのカラーとも相性が抜群です。その他にもケリードールやヒマラヤケリーなどレアアイテムがございます。ぜひ当店ホームページも合わせてご確認ください。いかがでしたでしょうか。本日はおすすめのケリーをたくさんご紹介いたしました。かわいい、欲しいと思っていただいたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
ブリエの公式 LINE、X ではいち早く商品の入荷情報をお届けしております。ぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。